こんにちは、写真家のみどり S 井上です。今日は撮影会の皆さんに向けて動画を撮っております。ですね、撮影会お一人10分ちょっと、お着替えとかね、いろんな小物を持ってったりとか、いろいろ考えると本当に撮影10分弱です。でもね、400枚ぐらい撮れると思いますので、その時にベストの一番の輝いてる瞬間を撮らせていただきたいと思っています。なのでちょっとこの2週間の間に皆さんに研究していただきたいことがあります。皆さんはご自身の顔のどっちの方向が好きかご存知でしょうか。私は自分の右側が好きなんで、写真を撮るとき意識的にこっちの方向を向いたりします。みんなで撮るときもね、集合写真なんか撮るときもなるべくこう右の方に立ってね、ニコって笑うようにしています。ちょっとそれを知っているだけで全く撮られ方が変わります。皆さんの一番美しい瞬間、可愛い瞬間が撮れますので、ぜひぜひ鏡を見てね、こんなちっちゃい鏡じゃなくてね、お風呂場にある大きな鏡でね、毎晩あどっちが可愛いかしら私みたいのをちょっと研究してみてください。そしてね、笑ってるつもりなんだけど実は口角下がってたりねしますので、どのぐらい笑ったら口角上げたらニコッと本当にいい笑顔になるんだろうっていうのもちょっと研究してみてください。それ1個目です。そして2つ目は立ち方です。最近ね、よく聞くんですよ。私最近なんか年取った感じがすんだよねって。いやいや、年取ったんじゃなくて、いや年は取ってますけど、体がね、こうどんどん前かがみになってるではないでしょうか。なのでちょっとだけ立ち方のコツを、お知らせしたいと思ってます。それはですね、ここに恥骨ってありますよね。恥骨と後ろの仙骨、これがこうなってるとバランスが悪いとなんとなく前かがみになっちゃうんで、この恥骨と仙骨を同じ高さにしてあげます。骨盤底筋をねギュッと締めてあげて、骨盤をギュッとこうね360度締めてあげる感じで、恥骨を上にこう持ち上げてあげると、今こうなってたのが恥骨を持ち上げようって意識しただけで背中がギュッと伸びます。そしてね、顎はちょっと引き気味ね、顎がこう上がっちゃうと姿勢悪くなっちゃうんで、顎引き気味、恥骨をこう持ち上げてあげる、それだけでかなり変わります。そして膝はちょっとこう緩めてあげてね、肩の力を抜いて息をふーって吐いてあげてください。そうすると自然にこう立てます。そしてね、その時肩に頭がこうプッて乗ってる感じで、口の中はちょっとだけ空洞を作ってあげて、ギューッとこう歯を閉めるんじゃなくて、ちょっと口の中は開けてあげる。頭は上から風船でこうね吊り上げられている感じで、風船がふわーんと浮いている感じっていうのをちょっとイメージしてみてください。そして3つ目は肩甲骨と、ね、背中の肩甲骨と鎖骨です。肩甲骨がね、やっぱこうなってるとどんどんおばあちゃんみたいになっちゃうんで、まあ胸を開いてください、肩甲骨と肩甲骨くっつけてくださいって言うとこうする方いるんですけれども、そうではなくてもうリラックスしてちょっとだけ運動しましょう。この鎖骨のところをこう押さえてあげて、ちょっとこう回してあげてください。ここをね、両方押さえてこうぐるんぐるんぐるんってちょっとだけやってあげるとかなりとあったかくなってきます。そして肩甲骨のところもね、ちょっとこう押さえてあげながらぐる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 と、かなり私ゴリゴリ言ってます。でもこっちもね、こうグリグリ、あ、左の方がグリグリ言ってましたね。これやってあげるだけで、ちょっとこれ短いですけれども、長くちょっとやってあげてください。そうするだけでここが緩んできます。そうすると顔の血流も良くなってきます。まあ嘘だと思って、あれ騙されたと思ってか、騙されたと思ってちょっとやってみてください。そして最後にね、これギューッと上に、まっすぐ上に上げてストンって落とします。これをね5回ぐらい、ギューッと上げてストン、ギューッと上げてストン、
これ5回ぐらいねやってあげてください。かなり体がポカポカしてきます。そしてさっき言ったみたいにね、お膝をちょっと緩めてあげて、吸って息を吐いてあげます。それでね、4つ目はちょっと私実はね、昔というか本当は資格を持ってるんですけれども、顔のマッサージというか筋膜リリースの資格を持ってるんですけれども、その時一番やっぱり効果的かなって思ったのは、ここのナックルってなんて言うんだっけ日本語で、これなんだっけ、これでね、眉のところとかこうね、眉毛のところをこうやってグリ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 、実は痛いんですよ、グリグリゴリゴリいう場所があります。それを両方ねこう何度か何度かやってあげてください。そうするとね、目がパッチリ開きます。皆さんね、ほんと眼精疲労とかお疲れだと思うので、目のところこうねグリ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 、私ここ痛いです、右特にね。それともう一つはやっぱり笑顔が作れないのってほっぺとかが凝り固まっているんで、ちょっと痛いところ探してみてください。こうやってね、痛いんですよここら辺とか。これをねちょっとやってあげると、やりすぎるとね顔赤くなりますから、直前にはやらないでくださいね。でこれ日々ちょっと2週間やってあげると、かなりほっぺが緩んできて笑顔が出やすくなります。血流を上げてください。本当はね、ここを引っ張ってあげてとかいろいろあるんですけれども、この2箇所を毎日やるだけで目の開きが変わってきますので、ちょっとお試しあれ。そして最後のポイントは手なんです。私ね、手フェチって自分で呼んでるほど手がやっぱり大好きで、手ってこの愛情がね一番出るところだし、その人のその人らしさっていうのが手で表現されます。なので手を使ってなんかこんな風にポーズしようかなとか、いろいろポーズを考えてみてください。その人らしさ、手の動きでも変わります。コンピューターをね例えば持つにしても、どうやって持つのかによってその人らしさが変わってきます。一連のね5つポイントお伝えしましたけれども、これらを全部とは言いません、時々あ井上そんなこと言ってたなって思い出してやってみてください。それだけでも撮影会の時パッと素敵な表情が現れると思います。ではでは、お会いできるのを楽しみにしています。 See you later. Alligator. I love you. Thank you very much.